コンラート・フェルディナント・マイヤーコンラート・フェルディナント・マイヤーはスイスの作家、詩人、ケラー、ゴッドヘルフラと共に19世紀スイスのドイツ語圏を代表する作家である。チューリヒに生まれ、富裕な門伐の家系であったため経済的不安は少なく、長じてからも生涯定職を持たずに過ごした。繊細で無償的な性質から学校の喧騒に耐えきれず、退学、 15歳で、父が死去してからは、カルバン教振との母からの厳格な教育を受け、母からの抑圧、神経症や自殺衝動に悩みながら、不安定な青年期を送る。1856年の母の自殺が自己回復の契機となり、イタリア旅行でのミケランジェロ体験や、テオドール・フィッシャーのリアリズム理論に導かれながら、作家を志す。1864年、 妹の尽力で、あるスイス人の20編のバラード集を出版。1871年、ドイツ帝国成立に対する感激から書かれた、女子史、フッテン最後の日々が成功を収める。イゴルネッサンス、バロックに取材した客観的文体による、歴史小説にも手を染め、ゆるく言えなちゅ、聖者、宋の婚礼、ペスカラの誘惑など、 20年間で11編の作品を執筆したチューリヒ・キルヒベルクにて死去。ありがとうございます。